伊藤岳参議院議員がこのアクションに駆けつけてくださいました。岳さん、すいません、わざわざありがとうございます。北区の皆さん、こんにちは。日本共産党参議院議員の伊藤岳でございます。今日帰宅アクションが最後だと聞いたので、これは来ないわけいかないと思って急遽駆けつけてまいりました。はい、国会も閉じちゃったんでね、来れちゃったんですけども、市民の皆さんも、そして私たち野党も、国会閉じるなと声を上げましたけれども、与党によって国会は閉じられてしまいました。今閉じるべき時でしょうか。菅内閣は発足の当初、国民のために働く内閣とか言ってましたよね、確かね。今まさに国民のために働く時じゃないんですか。私は万感の怒りを込めてこの国会閉幕を抗議いたします。そしてこの帰宅アクションの一つのテーマは、戦争と平和の問題ですけれども、この戦争と平和の問題をめぐっても、今国会を閉じずにですね、徹底的な審議をしなきゃいけない問題がたくさん残ってます。なんといっても日本学術会議の任命拒否の問題ですね。これ強いてはこれ戦争の道につながる問題じゃないですか。これまで歴代の内閣はあくまで任命っていうのは形式的任命だと言って、どの総理も学術会議の会員の任命を拒否したことはありませんでした。菅総理が初めてです。こんなことで前例主義突破しなくていいですよね。でこの前例主義を突破して学術会議の会員の任命を拒否したということは、これは憲法で保障した学問の自由に介入するということですから、自由への介入というのはいつか来た道への逆戻り、戦争への道の逆戻りで、この問題も徹底的審議するために国会を閉じるべきでは私はなかったと思います。二重にも三重にも閉じるべきではなかった国会でありますけれども、閉じられた国会です。でこの閉じられた国会の中で、私たちは国会は閉じられたけれども、市民の皆さんの声、今日お聞きした声も引き続き閉会中の審査とか各省庁の交渉だとか生かしてまいりたいと思っております。今本当に私一番胸を痛めるのは、この年を越せないというような状況の人がたくさんいることです。お隣の川口駅の地下道に寝泊まりしているホームレスの支援って私ずっと関わってまいりましたけれども、毎月ホームレスの方が増えています。今政治が一番やらなきゃいけないことは、誰一人路頭に迷わせないことじゃないでしょうか。コロナが終わった時に全員元気よく税金を納めるようにする、そのために今何としてもどんな国民も支えきること、これ単税能力って言うんですが、将来にわたって税金を払える人を支えていくということが今一番政治がやらなきゃいけないことだと思います。こういうことも全力を挙げて頑張ってまいります。帰宅アクションは閉じても、市民の連帯の絆は切れないと思います。全国あちこちでつながって頑張っていこうじゃありませんか。以上をもちまして、参議院議員の私伊藤岳からのご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。伊藤岳さん、本当にお忙しい中ありがとうございました。私実は12月2日の日に参議院の本会議を傍聴しておりまして、その日種苗法が改悪されてしまったんですけれども、国会の一番、参議院のね、一番前で、きっと力強く座ってる岳さんに、思わず閉会後、手振ったんですよ、私。そしたら手を振り返してくれて、本当ありがとうございました。それでは続